えっと、まず誰でも分かる話ですが、えー、人をロープで縛ってはいけません、えー、私があなた方を工事用ロープで縛ればそれは、えー、暴行罪か逮捕罪そして怪我をすれば傷、えー、害罪か逮捕致傷罪というものになりますでなんで指示の話をしたかというと一つここに大きな問題があるからです、えー、と彼らが蛮行したのは提供区域の中です 提供区域の中に警察官が入って、防衛局の職員が入ってるんですから、まあ、米軍からある程度の何かしらの許可は受けているはずです。ただ、あそこで権限を正式に警察権を行使するためには、事前に米軍から同意をもらっておかなければ、あるいは移植をもらっていかなければいけません。警察権の行使について、事前に同意をもらっていないのであれば、彼らの権限は私たちと同じ私人です。普通の人です。 どんなに理由があろうと、普通の人がロープで縛り上げていいはずがありません、それは犯罪です、すぐに捜査をして、ちゃんと警察庁に送らなければなりません。昨日の,あの、えーまあ、現場での、えーとまあ、警察官、機動隊による、まあ、あのこうロープで縛って、えー、市民をです、ね、あの縛るような行為が行われたということです沖縄県警察の方にあに確認をいたしましたところ、あの まああの詳細はあのまだあの向こうでもあの対応しているという,ふうな話かもしれませんけれども、要はあのえっと現在、北部訓練場のヘリパッドがまああの建設されるそこの地区に関して、そこの斜面において、座られているというふうな形の状況の中で、工事が実際に行われている工事現場の直近であるというふうなこと、また工事車両が近いというふうな話もありまして、必要な警備措置というふうな形で、 そこは現場の安全確保というふうな形で取らせていただいたものというふうに聞いておりますですから根拠法はなんですか、警察法2条の,責務,にあの責務を達成するために実施をしているものというふうに承知をしております提供区域内で警察権を行使する同意はいつ中流軍、米軍かかららもらったんですかその点に関しては私は承知をしておりません。 どうして許可を事前にもらっていないのに警察法に基づく警察権を行使できるんですか警察法に基づく警察権の行使というような形で警察法の責務を達成するために必要な警備措置を実施をしたというふうに承知をしております警察法の2条2項は警察の活動は全項に限られるんだと書いてあるんですつまり警察官は警察としてまさに行政法上の警察ですね警察を中でやる許可は もらってるんですね防衛局あの米国、米軍からあの警察活動の,その同意というふうなところが、あの具体的にです、ね、どこまでというふうな話はその承知はしておりませんけれども、今回のこの対応に関しましては、私があの沖縄県警察の方から伺ったところ、あのあの工事に反対する方々を含めて、現場の安全確保のために必要な措置を実施をさせていただいていると承知をしております。 その上でなんですが新聞報道によるとあの上で木の伐採をされていてその作業があってでそれに抗議するために谷の下の方で座り込みをしていたとでこの時の安全確保の方法としては警察官が今回やったように市民の側をロープで縛って引き上げてでも動かす方法というのが一つ選択肢であるのかもしれませんがもう一つ簡単な方法として一度工事を止める木の伐採をやめろという。 という方法は当然あるのは分かると思うんですがその方法は取られたんですか具体的にそのどのような形で行われたかというふうなところの詳細に関しましては私の方では承知はしておりませんただあの実際実施された方法としてロープを使ったというふうなことでありますけれどもあの必要な警備措置としてあの反対する方々がいらっしゃったところが斜面だというふうに聞いているんですけれどもその斜面 に対して非常にまあぬかるみがあったというようなこともあってまあ命綱というふうな形で腰にロープをつけさせていただいてさらに,さらにロープについて手すりとしてまあ,ある種のところに固定をしたというふうな形で手すりとしてのロープの使い方というふうなところも実証したというふうには聞いてはおります。つだだけお願いでです昨日そのトラロープ結結んだ結果 あざとかができている市民が出ていますさっき私は電話で話しましたあなた方のおっしゃる安全確保の結果市民は怪我をしているんですあなた方も警察官ならば少なくとも市民が怪我をしないような方法の安全,方法安全措置の方工事を止めるなら工事を止めるそういう方法をちゃんと選択肢に入れてくださいそうでなければ、はい、あなた方は工事業者の単なる下請けの警備員ですぜひよろしくお願いします